日本山口県宇部市再起派1974年の再起破地区上空画像国土交通省国土画像情報をもとに作成再起派とは山口県宇部市の再起破地区を指す地域名称及び同地域にある大技。本校では町名としての大技再起派及び宇部市所設置条例で示された宇部市再起派市民センターの所管する区域について扱う。 宇部市の中心部から東へ約5キロメートル、宇部市の東部に位置する。南東は、諏訪灘に面し、東は、東際地区、西は、本町地区と接する。旧西際村の中心集落である、床葉駅周辺地区を中心に、市街地が広がり、床葉駅周辺には、商店街が形成されている。近年では、国道195を床葉バイパス。 山口県道219号再起派吉見線の沿線にスーパーマーケット等のロードサイド店舗が多く立地しており、地域の商業的拠点は床派駅周辺から幹線道路沿線へと移行しつつある。床派も参照かつては自治体名として存在したが、1943年に宇部市に編入合併され、現在は大技として地名が残っている。一般に、 再起派と呼称されるのは、旧再起派村に該当する大技再起派、アシト、ピア、今村北、今村南、床派、亀浦の一部を含む地区である。地域内には、上高山中央病院、セントヒル病院、上リハビリテーション病院等の病院や診療所が多数立地しており、上市の医療における一拠点となっている。北部の丘陵地には、 宇部フェニックステクノポリス構想に基づき宇部新都市や宇部リンクウーズノーパーク等の産業団地、工業団地が造成され、科学技術産業の蓄積が図られている。地域内を江頭川、沢波川、浜田川が流れ、海岸でに注いでいる。沢波川の河口には、床葉漁港がある。床葉漁港西川の沖合に、かつて、朝鮮炭鉱と呼ばれる炭鉱があったが、 出水事故で死傷者が発生したことから閉山となっている。現在でもピーアーと呼ばれるコンクリート製円形型の廃棄口が残されており、海岸からその姿を見ることができる。上炭鉱も山椒床廃基地域内の道路は東西に国道1 9十号南北に山口県道百十九号再起派吉見線広域幹線として山口上道路が通る。鉄道は南部に 宇部線が通じ、地域内に床葉駅、時葉駅が設置されている。ありがとうございます。